にままです。今日はセリアに行って買い物してきたので、その購入品紹介していきたいと思います。まず一つ目がじゃん、洗濯洗剤ケースです。でこれを2つ購入してきました。これ結構前から気になってて、今回やっとゲットしてきたんですけど、詰め替え用って書いてて 900g入るらしいんですけど、私は洗濯洗剤は洗濯ボールを使ってるんですけど、違うケースに入れて収納してるので、これはまた違う収納で使おうと思ってます。とりあえず2つ購入してきました。で2つ目、これめっちゃ可愛い、ミッキーのシールランチってやつで、タッパーみたいになってて、蓋を開けるとこんな感じ。セリアで初めて見た商品です。今まで見落としてたんかもしれないんですけど、白と黒でめっちゃ可愛いと思って、とりあえず1つだけ買ってきました。まだ何に使うかちょっと決まってないんですけど、何かに使おうと思ってます、はい、で3つ目はじゃん、バスクリーナーのスポンジです。手にフィットする泡立ちバススポンジってことで、ここが分かりますかね、なんかキュッてなってて持ちやすいみたいな感じのスポンジで、今は黒のスポンジをお風呂で使ってるんですけど、こっちに変えてみようと思います。開けてみます。じゃん、こんな感じ。こっちがちょっとザラザラしてて、で白黒白で、こっちがふわふわしてるタイプのスポンジ。確かに持ちやすいですね。で私は基本的にこのザラザラしてる面で洗います。これ一回また使ってみます。はい、4つ目、じゃん、ホワイトパック。これはもうリピート買いで、我が家の冷蔵庫はもうこれまみれになってるんですけど、今回これをじゃん2つ購入してきました。これはまた冷蔵庫の中身紹介の時に詳しく紹介したいと思います。はい、5つ目、じゃん、ストレージケース。これはもう大人気の商品で、今回は折り紙ケースを購入してきました。この折り紙ケースを買うのは2回目で、今入れてるのは蚊取り線香の下の替えのシートを入れるのにぴったりだったので、それを今入れてて、で追加で今回2つ購入してきました。で1つは、ちびちゃんたちの折り紙普通に入れようと思ってて、もう1つはちょっとまだ未定なんですけど、またそれも収納した時に詳しく紹介したいと思います。はい、6つ目、じゃん、スティックラッピングってやつで、ラッピングするただの袋なんですけど、こういうのあると結構意外といろいろ使えるので、しかもモノトーンっていうことで購入してきました。はい、7つ目、じゃん、ポンプボトルスクエア 600ml が入るボトルを購入してきました。真っ白で、ちょっとこれがあったことに驚きなんですけど、今、お風呂場もちょっとスッキリさせようと思って、一個一個シャンプーボトルとかを詰め替えてるんですけど、で今使ってるのもセリアなんですけど、真っ白のケースがあって、こっちの方がいいと思って、とりあえず購入してきました。で今日は2つだけとりあえず購入してきました。いつも行くセリアでは見ないんですけど、今日行ったセリアさんはちょっと遠いからって感じなんですけど、とりあえず2つあれば何か入れれるかなと思って購入してきました。またこれもお風呂の収納が綺麗になったらお風呂場紹介していきたいと思います。8つ目、じゃん、粘着クリーナーミニを購入してきました。でこれは、服の部屋があるんですけど、その洋服の部屋用に1つ置いとこうかなと思って、気になったあの服についてる毛だったりを取るのにミニの方が使いやすいかなと思って、これは服の部屋用に1つ購入しました。なんですが、中身を買ってくるのを忘れてしまったので、今度セリアに行ったら
買いたいと思います。はい、9つ目じゃん。 A4 のキャリーケースを購入してきました。これは収納に使おうと思ってて、また使った時に詳しく紹介したいと思います。で、今回はこれをじゃん2つ購入してきました。で、これここも白でいい感じで、これ黒も売ってたんですけど、私は白にしました。白がちょうど2つしかなかったので、とりあえず2つ購入してきました。これもいつも行くセリアさんにはないんですよね。だからもしかしたらこれからゲットできるかちょっと微妙なんですけど、何か収納に使おうと思います。10個目、糸付き王子です。真っ白タイプを購入してきました。あんまり使わないんですけど、でもあったら便利やから、とりあえず洗面所に置いとこうかなって思います。はい、11個目、じゃん。ソフトビニールケースの英語サイズを購入してきました。以前も買ったことがあって、で収納に結構使えるので買いました。今回はじゃん3つ購入してきました。これもまた収納の動画の時に詳しく紹介したいと思います。はい、12個目、じゃん。ダブルファスナーケースを購入してきました。 B6 サイズです。さっきのやつはこんな感じで、ここ何もないんですけど、こっちは外側にポケットがついてるタイプです。で、裏はこんな感じで、これに合わせて収納したいので、これを使うときはこっちを表にして使おうと思ってます。今回はじゃん3つ購入してきました。これも収納が終わったらその時に詳しく紹介したいと思います。はい、13個目、じゃん。ダブルファスナーケースの、さっきと同じファスナーケースの英語タイプを購入してきました。これも外側にポケットがあるタイプで、全部合わせて収納したいので、使う時はこっちを表にして使おうと思います。で、これはじゃん2つ購入してきました。はい、これで今回の購入品は以上です。また、収納が終わったら動画にアップしていこうと思うので、よかったら見てください。ちなみに今日の服はザラのトップスです。これ七分丈になってて、最近ちょっと肌寒くなってきたので、ちょうどいいかなって思って最近着てます。はい、ではでは、 See you!